シンコデマヨ、シンコデマヨ5月5日の意味はメキシコの主にプエブラ州の祝日である。この祝日は1862年5月5日にプエブラの海戦でメキシコ軍が将軍の指揮のもとフランス軍を奇跡的に撃退したことを記念する。しかしメキシコではこの海戦は2つの理由で重要であったと考えられている。 一つはおよそ二対一と数に勝り、軍備に勝り、かつ、この戦いまで50年間、一度も敗れていなかったと、されるフランスを破ったという点である。二つ目は、新コで迷い以降、海外からアメリカ大陸への進行がないことである。しかし、これらの重要性が認められながら、新コで迷ヨはメキシコでは、国の祝日に制定されていない。新は地域に限定され、 メキシコ全土での重要性はないが、この日はアメリカ合衆国や世界の他の地域ではメキシコ人の伝統と尊厳の祝典として知られている。しかしながらアメリカ合衆国では、新古でマイオがメキシコの独立記念日であるとの誤解が多い。メキシコの独立記念日は9月16日であり、メキシコで最も重要な愛国的な国の祝日である。 1861年にメキシコは経済危機に襲われ再建国、主にフランス、イギリス、スペインへの利払いを停止した。それに対して1861年の終わりにそれら3カ国はメキシコを武力制裁して負債の払いをさせようとした。メキシコ大統領ベニート・フアレスは3国に対し利払い停止は一時的なものであり。 軍隊を撤収するように説得しようとしたが、応じたのはイギリスとスペイン両国のみであった。ナポレオン3世のフランスはメキシコ出兵を決定し、進行の当初は成功であった。しかし、1862年5月5日、プエブラにおいてメキシコ軍は武力に勝るフランス軍の攻撃を撃退した。このプエブラでの開戦でメキシコ軍はイグナシオ・サラゴザ将軍に指揮された。 メキシコ軍はプエブラでフランス軍に勝利したが、この勝利はメキシコシティへの進行を遅らせただけであった。一年後、フランス軍はメキシコを占領し、これによりマクシミリアン一世がメキシコ皇帝に着いた。アメリカ合衆国の圧力のもと、フランス軍は1866年から1867年にかけ徐々に撤退した。マクシミリアン一世は、 プエブラの開戦から5年後、メキシコ大統領ベニートフ・フアレスにより処刑された。ユーシアレイ、センターフォーザ・スタディオ・ブラティーノ・ヘルス・アンド・カルチャー、ユーシアレイ・ラテンアメリカ研究センターが発表した、アメリカ合衆国での新行で迷しくさいの起源に関する論文によると、現代のアメリカでは、フランスのメキシコ支配への抵抗に応答して、1860年代のカリフォルニアで世界で、 初めて開始されたことに注目している。2007年の論文では、この祝日は1863年以降継続して、カリフォルニアで祝われているが、メキシコでは事実上無視されていると論じている。シンコデマヨの祝日は、元来、メキシコの地域の祝日である。メキシコの他の地域では、祝日の認識は限定的である。祝祭の多くは、食事、音楽、 および踊りの組み合わせである。メキシコシティでは、他のメキシコの都市と同様に、軍に所属する若者は、メキシコ国旗のもとに忠誠を尽くす。アメリカ合衆国では、新古でマヨをメキシコより重視している。この祝日は、メキシコ系アメリカ人なら知っている祝祭の日であり、民族にまつわる点で、アイルランド系アメリカ人の聖パートックの日、ドイツ系アメリカ人のオクトーバーフェスト、 中国系アメリカ人の旧正月と並び、またいずれも民族を超えて多くのアメリカ人が祝する。この祝祭には、グアダルーペの聖母のような伝統的なメキシコの象徴とのようなアメリカ合衆国におけるメキシコ出身の傑出した人物が登場することが多い。新古でマヨを祝う多くの横断幕が掲げられ、公立学区では生徒に、 歴史的な重要性を教える行事が行われる。特別な行事や祝祭では、メキシコ文化が全面に出される。例えば近くにあるロサンゼルス発祥の地エルプエブロで、ロサンゼルス州立歴史公園では毎年、バイレフォルクロリコとマリアッチが実演される。アメリカ合衆国では、商業的にも利用され、メキシコ製品やサービス、特に飲み物や料理、音楽が宣伝される。 2013年より、シンコデマヨフェスティバルが、東京、代々木公園、大阪などで5月5日前後に、ラテン文化のフェスティバルとして開催されている。メキシコやアメリカ合衆国の他にもシンコデマヨに、関連する行事がある。例えば、カナダ、バンクーバー近郊のスカイダイビングクラブでは、シンコデマヨのスカイダイビング行事が行われる。西インド諸島の一つ、ケイマン諸島では、 シンコでマヨエアギター大会が毎年開催される。遠く地中海の島、マルタではメキシコ産ビールを5月5日に飲むことを勧める祭りがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。